どうも、こんにちは。っか塾の久保です。えー、私も現在、50歳。10年前に始めたメルマガも、今となっては10周年ですよね。で、ここ、日、1, 2年はですね、メルマガの発行をほとんどしていなかったんですけども、この度ですね、まあ、1万3千人いる会員さんのメルマガと、3千数百人いらっしゃる会員さんのメルマガを統合して、で新しくね、えー、ビジネスメルマガを再発行しようかと思います。 で、今までと同じような路線ではありますけどもね、具体的に稼げるネタをパワーアップしたやつをね、どん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 このメルマガでは紹介していこうと思いますので、まあ、YouTube をご覧の皆様もね、えー、よろしくお願いします。えー、いろんなねあの、情報っていうのが今、咲き乱れてまして、昨日もですね、Y モバイルで2万円稼げるやつっていうやつを、私の友達とね、えー、小野崎さんと一緒に話し合ったんですけどもね、やっぱライブ放送でやると盛り上がりますね。うん まあ、あの稼げるロスジェネってていいいううのを、ね、ちょっと目指していこうと思います私もロスジェネ世代で40歳から50歳まで本当にね稼ぎだけをテーマにこの10年間突っ走ってきたような気がしますけどもいや本当にねあの情報化社会っていうのはどの情報をつかむかそしてどんな情報を発信する人とつながっているかによって全く見える景色が変わってきますからそして情報がなければね、稼ぐことはできませんけども残念ながらね情報があっても自分でやらなければ稼ぐことはできないんですよ。 多くの方はここで止まっちゃうんですよ、ね。情報まではたどり着くんですよ。でも、たどり着いた情報を使わないんですよね。まあ、そうならないように、励ます意味でもね、私も情報発信ガンガンやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。それでは動画概要欄に、えー、メルマガの、ね、登録フォームつけておきますので、必ず、必ず登録してください。それでは近日中に、えー、メルマガの方を再開します。よろしくお願いします。